子供の頃、母は私をヤクザに売り飛ばした。それから長い月日が経ったある日、信じられないことに、母は何食わぬ顔で私の前に再び現れた。久々の対面なのに、ずいぶんな言い草ね。そんなに早く追い返したいの？当たり前でしょ。一切悪びれる様子のない母。当然私は怒声を浴びせる。この女は一体何様のつもりなのだろうか。そんな顔しないで、ちゃんと謝るから。謝らなくてもいい。要件を聞かせて。わかったわ。私、借金があるのよ。だからお金を貸してほしいなって。あまりにも無茶苦茶な物言い。さすがに、堪忍袋の緒が切れた私は、母に制裁を加えることを決意したのだった。取り繕わなくてもいいわよ。私のことなんて、完全に忘れて生きてきたんでしょうから。私は、水野冴子。年齢は13歳だ。私の母はいわゆる毒親。そして私は父親の顔を知らない。父は母が妊娠するや否や家を出て行ったのだ。母も母でどうしようもない。父に捨てられてからも新しい男と付き合っては別れてという流れを繰り返す、そんな人間なのだ。新しいパパ候補よ。仲良くしてね。新しい男を家にあげるなり、母はそんな風に笑っていた。その口調と笑顔。小さい頃の私にとって、それは悪夢の象徴でしかなかった。どの男も最初は優しい。しかしそれは本当に最初だけだ。一週間もすると本性を現し、酒に溺れ、ろくに働きもしない。そして最後は、母が私に暴力を振るい、いつの間にか家からいなくなる。それがお決まりのパターンだった。お母さんね、また好きな人ができたの。今度の彼氏もクズだった。しかも今回は多額の借金を抱えているというおまけ付き。加えて借金を抱えているのに返さないときた。当然、男が家に身を寄せてからほどなくして、ヤクザが取り立てにやってくる。叩き破らんばかりの勢いで叩かれるドア。ドア越しにでも聞こえてくる怒鳴り声。日中だけではなく、深夜にも取り立ては行われたから、私の精神は本当に参ってしまった。今回の男も仕事なんてしていなかったから、どれだけ取り立てられようと借金は返せない。母もせいぜいパート止まりだから、肩代わりなんて不可能だ。悪いんだけど、私たちを助けてくれない？え？選択を迫られた母は、私をヤクザに売り飛ばすという決断を下す。我が身かわいさから、自分の身代わりとして娘を差し出したのだ。いや、そんなの嫌！話して！お迎えの日、私は泣き叫びながらヤクザに腕を引かれた。母は見送りにも来なかった。正直、遊び人の母にとって私の存在は重荷でしかなかったのだと思う。こうして私は否応なしに極道の女となってしまった。ただ、幸いなことに組の人間はみんな私に同情的だったし、捨てられた私を学校に行かせてくれもした。捨てる神あれば拾う神ありとは、まさにこういうことだろう。18歳の時、私は組長と結婚した。裏社会の住人と結ばれたわけだが、この世界に飛び込まざるを得なくなった瞬間から、それは覚悟していた。夫は誰よりも深く私のことを愛してくれた。その経験は、母親に捨てられて傷ついた私の心を本当に癒してくれたと思う。肉親であるはずの母親から深く傷つけられ、裏社会の人間から癒される。世の中、本当に面白いものだし、皮肉な作りになっていると感じてしまった。それから、
20年という歳月が過ぎた頃、突然事件が起きた。事務所に戻った時、組員が気まずそうな様子で私に話しかけてきた。気まずい様子だが、危機感のある感じではないので、襲撃とかガサ入れとか、そういう類の問題ではないようだが。どうしたの？それが、姉さんの母親を名乗る女の人が事務所の前に来ているんですが。こわもての組員だが、私の込み入った過去を知っているから歯切れが悪い。正直どうしたらいいかわからない様子だ。母さんが？私は暗淡たる気分になった。長いこと蓋をしていた忌まわしい記憶がようやく忘れられそうなタイミングで心の奥底からよみがえってきたらしい。追い返しましょうか？今さら会う必要なんてないと思う。あの女から捨てたからこそ、私は堅気としての人生を歩めなくなったのだ。言ってしまえば、私の人生をめちゃくちゃにしたのは母だ。いつか復讐してやると思った時期もあるし、その感情は未だ消えていない。少なくとも和解したり、急行を温めるようなことは絶対に無理だろう。いえ、連れてきて。いいんですか？今さら会いに来るなんてずうずうしいと思う。だけど、いつかは縁を切らなければいけないと考えていた。その機会が来ただけだろう。あまりにも突然すぎるし、できることなら来てほしくはなかったが。わかりました。私は別室に控えていますから、何かあったら呼んでくださいね。ありがとう。その時はお願いね。そして、案内された母は、開口一番、久しぶりね、と、馴れ馴れしい口調で言い放った。すぐさま、もう20年も経つなんて信じられない、と続ける。取り繕わなくてもいいわよ。私のことなんて、完全に忘れて生きてきたんでしょうから。ずいぶんとひどい言いようじゃない。私、あなたのことを、一日だって忘れたことないわよ。もうすっかりやさぐれちゃって。私は猛烈な不快感を覚える。母は謝りもしない。それすなわち私を捨てたことを悪いとはみじんとも思っていないことだ。ヤクザの女になったと聞いて驚いたわ。挙句の果てにはそんな風に他人事のように言ってくる。その事実が私には信じられなかったし、こんな女の血が自分にも流れていると思うとゾッとした。一体何のようなの？早々に嫌気がさした私は、早く本題に入るよう促す。正直、一秒たりともこの女と同じ空気を吸いたくなかった。久々の対面なのに、随分な言い草ね。そんなに早く追い返したいの？当たり前でしょ。私は怒声を浴びせる。この女は一体何様のつもりなのだろうか。自分が何をしたのか、自分の前にいる人間が誰なのか、本当に分かっているのだろうか。そんな顔しないで、ちゃんと謝るから。謝らなくてもいい。いいから早く要件を聞かせて。分かったわ。私、借金があるのよ。だからお金を貸してほしいなって。そして母は、あなたの顔も見たかったし、と取ってつけたように続ける。あんなことがあったけど、母親には変わりないし。実はね、働きたくても体調が良くないの。それでも借金は返さなきゃいけない。もうあなたしか頼れないの。ね？私は絶句する。どうしようもないクズだった母は、何年経とうが、やはりクズだった。信じられなかった。裏社会には、ろくでなしがたくさんいるが、母は、それらとは別ベクトルの、品性下劣さ。あれだけのことをしておきながら、自分の借金の肩代わりを、捨てた娘にさせようとする。一体、この女の面の皮は、どこまで厚く、神経は太いのだろうか。体は大丈夫なの？
しかし私はそれを拒否できない。血の呪いというやつだろうか。激怒して帰れということもできたのに、どういうわけかそれをしなかったのだ。お医者さんはあまり無理しないようにと言ってるわ。だけど無理して働かないといけない。借金取りが来ちゃうから。借金はどれくらいなの？800万円くらいかしら。800万円？勘弁してよ。その時である。事務所のドアが開き、組長こと私の夫が入ってきた。あら、あなたが旦那さんね。はじめまして。困惑する私の一方、母は夫にこび始めた。本能的にこいつにこびれば金が落ちてくると分かったのだろう。その魂胆が分かってしまうのも嫌だし、魂胆そのものにも吐き気がする。あなたがいてくれたからこそこの子は幸せになれたのよね。本当にありがとう。母親として礼を言うわ。え？あまりにも突然の出来事だったから、夫は組長という立場ながら困惑していた。何のご用でしょうか。しかし嫌悪感は感じたようで、すぐさま、あなたは娘さんを売ったじゃありませんかと告げる。それは事実よ。だけどあの時の私はそうするしかなかった。仕方なかったのよ。それに本人にもそのことをちゃんと謝ったわ。どこまでも身勝手な母の物言い。勝手に捨てておきながら勝手に会いに来る。どこまであなたは身勝手なんですか。夫の眉間にシワが寄る。彼の口調には強い嫌悪感がにじんでいた。だって私は母親よ。母親として当然の権利を行使しているだけだわ。着地点の見えないやりとり。私はもういいわと夫に告げる。わかった。私のうなずきを受けて夫は母を引き剥がす。申し訳ありませんが、あなたは組の関係者でも何でもありません。そしてあなたはまだ小さい娘さんを我が身かわいさで売り払った。私はそれを絶対に許さない。金輪際妻と関わろうとしないでください。それを受け入れられない場合、我々はあなたに制裁を加える。夫が「わかりましたか?」と念を押すと、母は泣きそうな顔で私を見た。そして「どうしてこんなやつと結婚したの?」と例によってむちゃくちゃなことを言い出す。あなたは私が産んであげた。それなのに許可なく結婚してこんな男とくっついて。母の物言いはもはや自分でも何を言っているのか分かっていない様子だ。もう結構です。あなたは私の親じゃない。あなたが知っている娘はとうの昔に亡くなりました。分かってください。半ば錯乱状態の母から私は視線をそらす。あんな女でも自分の母親なのだ。その姿は見るに忍びない。おい。頃合いだと察した夫は組員たちを呼び出し、母を事務所の外に追い出した。終わったのだ。ようやく私はあの忌々しい血の呪縛から解放されたのである。後日知ったことだが、母は本当に体を悪くしていたようだ。そして娘から絶縁された今は通院しつつも真面目かつ必死に働いているという。そう。だがその事実は全く心に刺さらない。それは母の自業自得以外の何者でもないのだ。私は過去と決別した。自分を捨てたはずの母をそれでも気にしてしまう弱い自分に別れを告げたのだ。夫と結ばれた時、私は忌まわしい過去と決別できたと思った。絶望の果てにようやく幸せをつかめたのだと感じていた。だが私は本当の意味では決別できていなかったのだ。ようやく幸せをつかんだ。そう自分に言い聞かせて
心の奥底にある絶望の残りがに蓋をしていたのだ。だが私は今回ようやく過去を払拭できた。私の本当の幸せはこれから始まるのだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。